最近放送されたボーイズプラネットについて、ソロアーティストであるチョン・ソミがネット上で話題になっています。デビュー以来、誰もが目を見張るような完璧なビジュアルで注目を集めてきたソミ。前回のカムバックから時間が経っているにもかかわらず、そのキャッチーな楽曲と才能で世界中のネットユーザーを沸かせています。プロデュース101での経験を持つソミは、Mネットの最新リアリティ番組ボーイズプラネットの出演者として最適な人物だと言えますね。最近の放送でソミがスターマスターとして登場した時、ソミはステージに上がった瞬間から練習生に強い衝撃を与えました。練習生全員がソミの美しいビジュアル、身長、そして有名アーティストとしてのオーラに圧倒されました。ソミが出てきた途端、全員が尻込みしたように見えたので、ネットユーザーはこの映像に夢中になりました。練習生全員がソミへの敬意を見せていましたが、番組終了後数時間のうちに、ある練習生とソミのやり取りが話題となりました。それはキム・ギビンです。練習生は番組初登場以来大きな注目を集めており、その魅力と才能から根強い人気でファンを獲得しています。放送中にある映像が韓国内外のネットユーザーの間で注目を集めました。この日の放送は決勝戦前の最後の結果発表で、脱落者10人を決めるなど非常に緊迫した内容でした。ある瞬間、カメラは発表を前に真剣な表情を浮かべるキム・ギュビンを映し出し、その後ソミに移りました。ギュビンを安心させるためか、ソミはにっこりと微笑みました。するとギュビンは物怖じすることなく、ソミに笑顔を返してみせて、ネットユーザーの心をつかみました。この映像が公開されると、ネットユーザーはソミとギュビンの交流に夢中になりました。練習生の多くが緊張している中、ギュビンがソミに可愛い笑顔を返す様子は、まるで2人が親友であるかのような雰囲気さえ感じられたのです。そして彼らが親友みたいな空気を放っていると感じたのは、ネットユーザーだけではなかったようです。このエピソードが終わって間もなく、ソミがそのシーンをインスタグラムに投稿し、親友のような空気というキャプションを添えていたのです。ネチズンたちは驚きました。ソミが投稿した動画をネットユーザーは見逃しませんでした。彼女も視聴者と同じようにギュビンとのやり取りを気に入っているように見えたのです。このインスタグラムの投稿は現在削除されています。ファンから反発を受けたのではないかと考える人も多いようですが、多くのネットユーザーはソミが練習生を応援する姿勢を見せたことに好感を持っています。